今日は水曜日ということで、ただちょっとね、溜まってるんですっていうことで、はい、とりあえずですね、ちょっとこちらのグリップヒーターの配線と ETC の配線、こちらをやっております。はい、ということでですね、リレーをまずね、つける。これはエーモンさんのね、リレーでございます。で、まあ、ちょっとこのバッテリーの固定しているね、ネジで、ここを一緒に友締め、ちょっと上向いちゃってね、本当は裏、下向きにしたいですけどね、まあでも別にそんなに、ここらカバーでね、あれなんで、水が入るとか、そんなこともね、そうそうないと思いますんで、はい、まあ純正のコネクタもここにこうね、こんな風になってますからね、はい、どうなのかな、ダメかな、防水用のなんかあった方がいいかもしれないですけどね、はい。向きか、でもな、これ下向きにしちゃうと多分ダメだよね。まあいいや。ね、で、バッテリーが直接まずここに入ってますね。で、アクセサリーをここから取るということでございます。で、リレーをオンにするためのね、電源。これがですね、今作っております。はい。で、ブレーキスイッチはここにあるんで、ブレーキスイッチから取って、こう、這わせてね、ここまで持っていくということです。はい。で、ブレーキスイッチのところになんか直接ね、バチッとかませたり、一回これを抜いて、ここから割り込ませてね、一緒に、これですか、新しいこれで2つつなぐっていうか、いろいろ方法あるんですけど、まあ、それだとちょっとね、あれですから、改造になっちゃうからね、まあ、改造しなきゃいけない、もうどうすることもできないともあるんですけど、こう、コネクタとかが普通に売ってないとかね、海外の車両とかでね、これ難しいなと。ただ、エレクトロタッパーなるべく使わないようにして、で、これを要はですね、2つこれ用意してね、で、ここに分岐している配線をかませて、だから要はいらなくなったらこれ抜いちゃう、これ外す。そうすればブレーキスイッチはそのまま戻せると。だ、車両のなるべくなんですけど、なるべくこの車両の配線はいじらない、そんなようなやり方をね、できたらいいなと思っていつも、やっているわけでございます。はい。ついこの間ね、モンキーもそうでしたけど、モンキーもなんで2ピンなのに3ピン使うんですかね。2本しか使わってないのに、3ピン使ってるんですよ。これがね、不思議なんですけど、で、そんなに高電流流さないんで、これぐらいのね、ちょっと細いやつでこうつなげてね、はい、やるということなんですよね。さあ、そしたらどっちから取りますか。まあ、こっちから取りますか。ね、まあ、これはどちらでもいいんですけど、で、これをちょっとね、かしめますよね。はい。ね、こうやって。これね、細いやつ難しいんですよね、かしめのね。で、これをね、ちょっと、で、ピュッとね。で、こんな風にね、できましたね。そして、入れるんですけど、違う方向に入れたら、まあ、ダメですから、違う方向というか、ブレーキから戻ってくる方に入れちゃうとね、ブレーキ踏んでる時しかつかなくなっちゃうから、ね、間違えないように入れるということですよね。はい。さあ、そして、まあ、こんなね、まあ、趣味みたいな感じになっちゃいますね、こういうのもね。はい。ただ、まあ、もちろんね、お客様からすれば、どういうふうにつながっててもね、ちゃんと動いてれば別にいいっていうね、あれもあるんだろうと思いますが、まあ、でもね、多少のこだわりをね、この辺にやるわけですよ。はい。もちろんね、だからといって、うち高いですって言って、お金ね、あんまり請求するのは、ちょっとそれはね、まずいですから、はい。それなりの金額でやんないと、結局はね、いやいや、そんなことやんなくていいから、もっと簡単でいいよってことにもなるんで、はい。そういうこだわってるお店ね、初めからね、あ、うち高いですってね、そういうお店ならいいんですけど、ね、なかなかそういうお店にはなれないですよね。そういうお店は、もう本当に超一流みたいなね、プロフェッショナルみたいなお店ですから、やっぱりね、あるんですよ、だからそういうお店ね、あ、うち高いですよって。だから結局そうですよ、だからね、それだともちょっと何かやるだけでね、何万円ね、ここ開ける、こっち側開けて、こうやるだけでもう10万円はかかりますとかね、工賃投げてとかね、そういうお店がやっぱり
あるわけですよね、うん、そう。でもね、不思議なことでそういうお店にでやっぱりこうやりたいっていうかね、そういう方、そういうことになるんですよ、うん、ここの部分が出ちゃうな、少しどうしようかな、入れちゃえばいいんだけどね。カバンの中入りますからね、やっぱりね、うん、どうしようかな、防水ったってな、うーん、なんかね、向こうの方で音がするんですけど、なんか動画が流れちゃってるんだよね動画が流れているということで、ね、音がしているということなんですよ、はい。防水、シリコンちょっとね、あのどこ、防水のコネクターじゃないんだよな、もうこれやっても水が真ん中、あ、真ん中関係ないや、水入っちゃうよね、まあ、いったな、なんという方法はないものか、ね、でも こっから水入っからな、一緒だな、そんなにこだわるあれじゃないなそう、そんなにこだわるようなあれにはなっていないような気がする、はい。そしたらこれをですね、上通せばいいのか、上こっから抜けばいいのか、こっちから抜いて、でこのあれを通して、でこう通してこう来て、でここにつながるね、ここにね、はい、ね、大体こんなもんかな、ちょっとこうな、先に通せばいいのか、この、ね、外、こっち外側から行くんじゃなくて、この中から、通すと、通せるかな、まずそこだな、あ、なんか大変だな、これ通すの、よっ、うわか、いて、ね、でもね、これね、あの何でもそうなんですけど、ちょっとね、店のね、結局そうなんですけど、こう生き残るっていうかね、続けていくっていうか、ね、そういった時に、うん、どういったお店がね、うん、バイク屋の、ね、を始めようじゃないですけど、結局商売としてね、成り立っていかないといけないっていうね、うん、そういうことなんですけど、よし、そしたらですね、これこのまま裸じゃさすがにね、ここにまあ這わせるっていう、もちろんここほらプラス流れるからあんまりよろしくないですよ、これね、だからここにカバーをかけるね、カバーを、まあ、これをテープで巻いたりしますけど、でも基本的にあのチューブ入ってますよね、その上からテープでさらにこう固定するためにね巻いたりしますけど、配線、最近のほら音もこれ配線むき出しないじゃないですか、基本的にね、ここアースはむき出しの部分ありますけど、うん、むき出しっていうかこうとかね、まあまあって、でもプラスはやっぱとか全部こう巻いてますよね、そうしないとこうそこからね電気が、うん、それショートしたりだやりなんだとか、うん、そういうか、そういうのがあると困るってことですよね、はい。ということで、これだと細すぎないかな、あ、これでちょうどいいのか、これにしますか、ね、でこれを入れて、ね、だいたい、まあ、こんなもんかな、ね、だいたいこんなもんかなって、ね、切ってね、そしてここに入れていくんですけど、結構入んないんですよ、これ途中まではいいんだけど、途中から全然動かなくなるんですね、そんなことを経験してますけどね、はい。でこれもっとやりやすい位置にするか、こんなね、こう、ね、地味なね、こういう作業をこうね、
も出てきましたね。はい、そしたらもうこれはこうやって落としてね。で、これをこうやって戻すと。あとはこう、まとめてね、いくわけですよ。こういう感じでね。で、こう吸って、で、最後こうにこうにつなぐと。ね。これメスの方、メスをつけるんですよ。そうすると、アクセサリー電源。ね、アクセサリーはとりあえずこれで OK と。これ細いですけど、まあ、こんなんでも、大体 30W ぐらいはね流して大丈夫なんで、うん、これ自体は 0. 何 W でしょ、大して使わないんですよ、当たり前ですけど、うん、ね、消費電流150mAだから 0.15A ぐらいですかね、このリレーを動かすのにね使う電気はね、はい、まあ、それでももちろんね そんなに使ってんのっていう感じもしないでもないですけどね。よいしょ。ね、これはね趣味みたいなもんですけど、うん、やっぱりほら何でもそうなんですけど、個人商店っていうのはね、うん、例えばほら大手さんっていうのができて結局ね、うん、まあよく言われるのは商店街みたいなね、なくなっちゃうっていうね、うん、で。やっぱりそういうのにはかなわないよとね。で結局ですね、何でもそうなんですけど、同じことをずっとやってたらやっぱり無理だと思うんですよ、うん、やっぱりその時その時に応じて変わっていくっていうかね、うん、そういうのがどうしてもね求められるんだろうと思うんですよね、うん、前は良かったって言ってもどうすることもできないので、いやー以前はさーつってね言ってもね、うん、その時はその時、今は今ですから、はい、だからあとでこれねタイラップで止めますからね、はい、そしてアースはね、アースはそのままここに落としちゃうね、うん、別にこっちに落としてもいいんですけど、まあ、まあ別にマイナスにねそのまま落としていいんじゃないかなと思うので、マイナスはちょっと別に太いわけでもいい、でここに直接つなぐと、ワニ口クリップでね、そうするとリレーが作動するようになると、あとはアクセサリーをつなげば終了、ね、でございます、はい、ですので、まあ、こんな感じでねちょろっとやってあげると、こういうのもですね、だん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 ね少しずつ少しずつこうちょっとこだわりがね、うん、こだわってやったりとかしてるんですけど、うん、昔のはここだから最初一番最初から始めた時からねやってもどんどん変わってますけど、うん、やってることがね、ってこう TS も数年前にちょっと前に販売した車両あ何にもやってないんだなっていうね感じがしますよ、うんね、何もやってないというとちょっと語弊がありますけど、いわゆる 最低限のね、うん、でももちろんそれでいいのかどうかっていうのはあれですけど、うん、今じゃちょっといやこれはちょっとって思っちゃいますもんね、うん、ね、でこれが電源オンにすればオンオフ入ってないですね、スイッチが入ってないな、なんでこっち間違えてる、間違えてないよね、うん、なんか間違えてる、電気来てないとかね、これね、なんとなくスイッチが入ってる感じがしないな、危ないな、待ってでしょ、待ってですね、流れてない、え、なんだろう、でここに繋いだら流れ、ずっと流れっぱなしなんだよなそんなことはない、
あ、やっぱり でも流れない。なんでだろう、わかんないな。なんでリレーが動かないんだろう。こんなことってある？電気で、でもリレーは動いてない。アースもちゃんとしとってる。リレーがダメ、ね、リレーがダメなのか、ハズレか、そんなことあるのかな。いやー困ったな。検査しなきゃダメね、これね。ダメだ、壊れてる。あれ？リレー壊れてるわ。動かないわ。そんなことあんですかね、新品でね。まあ、絶対にないとは言い切れないけど、ダメだ。そんなことあるんだ、新品でね。なんかあるかな。ダメだね。ダメだね。ああ直接やったけどやっぱり動かないですね。はい、動いてない。うわー、ってことはリレーをちょっと探さないとですね。今まで多分何十個か、何十個、10個以上絶対触ってますけど、初めてですね、買ったばっかのこのリレーが動かないっていうのは。間違えてないしね、そんなね、間違いようがないもんね。 色分けもしてあるしね。でここ 12V 来てね、でこっちアースちゃんと導通あるしね、うん、で直接今繋いでもやっぱりダメ、直接バッテリーにやっても全然うんともすんとも言わないですね。そう、直接こうに繋いでね、でバッテリーにこう繋げてやったけどダメなんだよね。そう、ってことはやっぱりダメってことですよね。ね、うん、うんともすんとも言わない。残念。残念って参ったな。とりあえず違うの持ってここに刺してでやるしかないな。うわー、なんじゃこりゃって感じじゃないですか、ね、せっかくねこんな感じでやったやつって。うわ、よし、とりあえず投資家別にやってることは間違ってない。あれ電気取ってるとこ違う、間違えてるとかね、検査したからな、確かに、うん、一番最初にテスターでこれがブレーキスイッチかどうかってちゃんと確認したしな。ああ、そうでしょうね。でもね、やっぱりまず、あ、自分が間違えてんじゃないかってね、うん、一応ね取るとこ間違えてんじゃないかってね、まず言われるしね、絶対ね、間違えてませんかってね、うん、まあ、いや、とりあえずこれは、ま、問題ないから、これは全部持っていってさっきの通りにね、入ってこないようにして。ダメか。なんか違う、どっかにないですかね、リレーね。
探してそうとね困りますよね。